皆さんこんばんは、アバンギルドのブッキングの亮太郎です。今日はですね2014年、8月18日の月曜日、京都木屋町にある、多角的アートスペースアバンギルドにて、UR ラジオ食堂と題して公開収録しております。UR レディオ本日25回目となります。本日も素敵なゲストに来ていただいております。京都の至宝ですね、長谷川健一さんです。よろしくお願いします。長谷川健一です。 ありがとうございます。まあね、なんやかんやで長い付き合いになってしまいました。そうですねなんかこの間久々にゆっくり喋って、イベント後になんか朝4時ぐらいまで喋ってたけど、もうあの空が明るくてカラスがバーッと飛んでて、どうですかその最近こう、まあシンガーソングライターでもう何年ぐらいなんのかな。ね、もう15年ぐらいですかね。15年、始めたのが多分23歳とかそれぐらいなので、もう15年ぐらいやってますね。そうか。なんかまあその僕は初めて見たのがそのアンデパンダンの時で、あの時とかってインプロのギターとかもやってたもんね。そうですね、そのまあ歌歌ってるので、まあいろんな音楽、歌ものだったり、歌ものじゃなかったり、即興演奏だったりフリージャズだったり、まあ、いろんな音楽をこう並行して、聴く中で、若かったので、全部一緒くたにやりたいなとこう、一緒になったものができないかなっていうので、こうやったんでしょうね。それで、そうやっていく中で、例えば自分ができることできないこと、必要なこと、まあ、そうじゃないこととかが分かってきて、だん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 こう今みたいなこうスタイルができてきたんじゃないかなとは思うんですよ。でもバンドとかはやってた？バンドはね、コピーバンドをその歌を作る前にやってただけで、その時はね歌も歌ってなくて、単純にそのリードギターだけを弾いてたんで、歌を歌うっていうのが本当にもう自分が作った歌を初めて人前で歌うみたいな、すごいハードルがこう高かったというか、恥ずかしいし、変な話、その声は大きさはこれぐらいでいいんだろうかとか、聞こえてんのかなみたいな、そういう本当にもう初歩的な初歩的なところで、悩みつつこう始めたみたいな感じだったんですよね。ちなみに何のコピーバンドやってたの？まあ、ビートルズとかオアシスとか、まあ、世代的にはとミッシェルガンエレファントとかが、流行ってたんで、細いこうスーツを着てね、こう細かいカッティングをしてですね、学生のこう楽しいノリ的な感じの延長でやってて、で、まあ、就職活動があんまりこう好きじゃなかったのでちょっとやったんですが、でなんかまあ向いてへんなと思いつつこうスーツを着てね、こう就職活動とか行ってこう電車に乗ってて、もうあかんわと思って楽器屋さんに MTR を買いに行ったんですね。MTR とマイクを、でそこからこう多重録音って、まあ、チャンネルがこう分かれててね、自分でボーカル、ベース、ドラムとかこう入れて音源を作れるという機械を買って、で録音してたんですよね、曲を作って、でその時はまだ恥ずかしかったから、歌歌ってなくて、でもなんかバンドやりたいなっていう気持ちもあったから、ドラムマシンとかベースを買って、バンドサウンドを自分で作って録音して、でいろんなこうデモテープを送るところが昔はあったから、オーディションとかレーベルとか、そういうとこをこう送っていくうちに、まあ反応が来たりとか、ライブやらないんですかって聞かれたりとかして、ライブはちょっとやりたくないなと思って恥ずかしいから、でもやっぱりこうやらんと前にも進まへんし、割と消極的にこうライブをね最初にやったんですよ。それが初めてやったのが京都のジットクっていうお店で、
で、まあ、当然すごく初めてな文庫下手くそなわけですよね。下手くそというか表現力もまあ全然、うん、ないし、うんうん、で、まあ、非常に恥ずかしい話なんですが、うん、こう人前で歌うのが恥ずかしいから、うん、こうちょっとそれをごまかそうと思って酒を飲んだりとかね、うん、してたんですよ。1回目2回目ぐらいは、はいはい、3回目ぐらいでこうちょっと飲みすぎて失敗をしたんですよね、うん、で失敗したって別にそのなんかステージで倒れたとかそういうことではないんですが、うんうん、ちょっと酒に飲まれてこうよくわからないままステージが終わってしまって、うんうん、でああいかんかったなと思ってたら案の定やっぱりお客さんもこうそれはやっぱ分かってるわけですよ、見てるから、うんうん、でこうそれも実得やったんですけど、はいはい、お店の常連さんみたいなちょっと怖い感じのおじさんに、うん、ちょっと来いと呼ばれて、うんうん、でありがとうございましたって言ったらなんか、うん、お前の歌こう響いてこうへんなみたいな話をされて、うん、まあそら酔っ払ってるし当然やけどもとか思いながらすいませんって話をしてて、うん、でそこからはもう酒は絶対に飲まんとライブをしようと思って、うん、でそこからむちゃくちゃ練習したんですよ、うん、まだ実家に住んでて、うん、実家の近所にスタジオがあったから、はいはい、割とこうマイナーなところで、うん使う人もそんなにいないところだったので、うん、本当にだから週に3日とか4日とか5、6時間撮って、うん、でずっと歌ってそれを全部テープレコーダーに録音して、うん、家帰って全部聞いて、うん、でまた次の日行ってみたいなのを繰り返しているとなんとなくこう、まあ、上達していったんですよね、うんうん、で、まあ、そういうのを繰り返してちょっとずつこうライブでもなんかまあ自信がついたりとか人が評価してくれたりとかっていうのでこうまあそれが始まりみたいなもんですよね。ちゃんとした、うんうんうん、まあその弾き語りっていうスタイルでこうまあ長いことやるようになって、はい、でやっぱ弾き語りって結構こう孤独なところはあるやんか、うん、そのなんていうかな、まあ、もちろんそのアルバムにはこうゲストの人が来てもらったりとか、うんはい、やけどもなんていうかその結局のとこ最後はもうギターと歌だけで成り立つものをやっぱり作ったりしてると思うよね、うん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 、でその、まあ、それをまあ言うたら15年間やってるっていうところですごくこう何やろプレッシャーなりとかっていうのはあったりはする、プレッシャーというとどういう、うん、まあそのなんていうかなこう例えば長谷川健一バンド的にまあそのタイミング的には もちろんあるではあろうと思うけど、うん、そのなんていうかなその自分でなんとかせなあかんなっていうようなこう孤独になってしまった時とかっていうのはあったりするんかなとかって思って、まあ、一人でやるやっぱり必然性が一番最初にあって、うん、その声が聞こえるのかなとか、うん、バンドもボーカルではやったことなかったので、うんうんまあ、当然オリジナルとか人とこうバンドするのもどういうふうに始めたらいいかも分からなかったし、うんうん、なんかまあ必然性があって一人でやり始めると一人のなんだろう不自由さもあるけどやっぱり自由さの方が大きかったから、うんでしょうね。続けているということは、うん、多分そっちの方が面白かったからじゃないかなと、うん、で一人でやってる分そのさっき言ってたアンデパンダンとかでねその即興の人が結構演奏してる場所だったけど一、うんうん、人な分やっぱりいろんな人と一緒にできたし、うんうん、なんかまあその辺は制約が、なくてよかったなと思ってて、うんうんうん、自分でなるほど、ね、まあなんていうかなこう今の段階で一回バンドやってみたいわとかっていう意識とかはもう全然ないよね。バンドはやってみたいなと思っていて。あ、そうなんや。で、うん、もうなんかその今自分が一人で歌ってる歌をバンドでするよりも、うん、なんかもうバンドでやる曲っていうのを鼻から作ってやりたいなっていう。そうそうそう、うん、でももうなんかそんな青春する年でもないし、
なんかこうちょっとそういう甘酸っぱいのもやってみたいなと思いながら、たまにねこうツイッターとかに書いて誰か一緒にやってくれへんかなとか思いながら書くんだけど、なかなかまあ一人でやってる人なんやろうなぐらいの認識で。そうね、まあそのシンガーソングライターっていうか、そのまあ自分で曲を書いて、まあまあその自分のアレンジでっていう形ではまあ基本やってて、まあそのバンドにまあ曲を書くってなるとまだ全然違うイメージになるとは思うんやけど、まあその長谷健がこう他の人にも楽曲を提供してるというのがあるらしく。そうあるんですよ。それを今日1曲聴いてもらおうと思って、金沢でずっと歌を歌ってる、小杉奈緒さんっていう女の子がいて、まあ、すごい歌がうまい子 で、で曲を書いてくださいって言われたので、じゃあ書きましょうというので、書いて、でレコーディングにも参加して、アコギとコーラスを入れている曲をじゃあここで聴いていただきましょうか。小杉さんはギターを弾いてないのかな。小杉さんは、基本的にはボーカリストで、必ずメンバーがいるような状態でライブされていることが多くて、でギターもまあ弾くんだけどあんまり自分では弾きたくないみたいな、どっちかというと歌にこう専念したいみたいなタイプの、人ですね。それでは早速ですが、その小杉奈緒さんの、アルバム名は分かる？アルバムは余白というタイトルのアルバムからですね。ですね。まばたきという曲を聴いていただこうと思います。小さく見えて
気もせず見てた夢を君が叶えるように血を流させて見つめている君の手を今強く握り返している小杉直さんで瞬きという曲を聴いていただきました。いい曲やね。ありがとうございます。あの長谷健もこの曲歌ったりはしたことあるの？僕はライブで歌ってます。まあキーを変えて、いやでもすごくいい意味で長谷健っぽい曲やなというか。ああそうなんや、あんまり自分では逆にそこは分からへんけども、まあもちろんそのコーラスに長谷健君の声が入ってたりとかっていうのが、なんかその例えばまあこう地味編がさ昔さ、ボブ・ディランのあの三原市島からずっとってカバーしてたやんか、で自分のアルバムに入れたりとかしててさ、なんかその同時代のそのだからこう昔の人の曲をこうカバーするっていうのはまあ割とよくある話やんか、だけどこうやってその、まあ、カバーではないけど、まあ、楽曲提供って形やからあれなんやけど、例えば長谷健がなんか前あの狐のお嫁入りにのアルバムで1曲長谷健が歌ってたやつあるやんか、あれとかもすげえいいなと思って。ああ頑張りましたあれは。なんかなんていうかな、こうそういうのってどんどん増えてほしいなってちらっと思ってはいてて、まあまあそのもちろんそのなんていうかな、お互いのその信頼関係があって成り立つもんではあるとは思うんやけど、なんかすごくいいなんていうんやろ、いい驚きかなみたいなところが、
たまに僕自分の歌をそのカバーしてくれる人とかもいるんで、うん、やっぱり聞くと嬉しいし、うん、なんかこう同じ時代にやってる人に、うん、やっぱ愛されると、まあ、なおのこと嬉しいというか、そうやね、目に見えて、そうやね、うん、その、その小杉さんっていうのはどういう形で出会って、向こうからそのオファーがパッてきたって感じですか？小杉さんはまあ金沢の方 で僕京都以外で割と定期的にライブするようになったその他の地域っていうのが金沢であったり富山であったり北陸の地方で、でライブしていく中でいろいろその金沢で知り合うミュージシャンとか、やっぱまあこう狭いんでコミュニティが、まあ一人知るとまあみんなこうつながってたり、中にまあ小杉さんがいて、でそのピアノ弾いてた佐野くんっていうのも金沢の人で、割とだからそういう金沢の人脈の中でこう出会って、で割と前から僕の歌を聴いてくださってたんだけども、うん、あのアルバムを作るという時に、うん、まあ、書いてほしいっていうので、うんうん、まあでもそんなん他にも要件あるやろ、その畑健に曲書いてくれ的な、うん、どうかな、でもちゃんとオファーが来たのは初めてだってなので、あんまり人に書く人じゃないっていうふうに思われてるところがあるのかなと思って、はい、個人的にはどうなん、その人の人に例えばやけど、まあオファーが、まあ、来るか来へんかは別にして、この人に自分の歌を、まあ自分が今まで書いた曲でもいいし、その新しく書きたいっていうのはあったりするんかな。結構ずっと女性のシンガーに歌を書きたいなと、歌ってほしいなっていうのがあって、まあ、それは何でかっていうと自分が男だから、うん、やっぱり男性シンガーに書いたって、うん、そんなにこうびっくりするような多分化学反応もないだろうと思うし、はい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 、女の人に歌ってもらったら、うん、やっぱり全然違う形にもなるだろうし、うん、でも自分ができないような作品になるっていうのがもうまず分かってるし、うんうん、なんかそういう部分で女性に書きたいなっていうのと、あと例えばその男と女で視点が違うから、うん、例えば歌の視点をじゃあどうしたら、今度それを女の人が歌ったらどう聞こえるかとか、うん、この小杉さんのは女性が歌うっていうことを、うん、あのまあ、一つ課題として書いてくださいって言われて、うんうんうん、まあ、だから一応主人公が女性なんですけど、これは、はいはい、まあ、男性が主人公にしたらまた違う歌になるだろうし、うん、なんかそういういろんなそのいろんなその違う視点が加わることで、うん、歌がどう聞こえるかっていうのが興味があって、うんうん、あんまり同い年の男の子が歌ったところで、うんうんうん、まあ一緒かなという。なるほど、うん、なんかその実際書いてみて、まあ、こうやってその歌ってもらったのを聞いてみて、うん、なんかこう新たに発見したもんとかって長谷健個人ではあったりするのか。まあ、まず結構難しいメロディーなんだなという。あ、なるほど、うんうんうん、多分だから自分が歌いやすいメロディーを書いてるんだけど、はい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 、人にしたらすごく歌いにくかったんだっていうのが、うんうん、なるほどね、客観的にその自分が普段やってることがどういうことなのかっていうのが見えたっていう。そうそうそう、それ面白いね。うん、でも、なるほど。だって自分で絶対歌いにくいメロディーって作らへんし、うん、まあそうやわね、歌い、まあ、手癖というか、うん、多分癖がみんな違うから、はい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 、そこはこう難しいなってことになったんだと思うけど、うん、まあ癖というか、まあ、個性もあるもんね。で長谷健とか、まあそのなんていうかな、耳障りはすごくいいねんけど、やっぱ個性は結構強いやんか、そういう意味では。うん、なんかそこはやっぱりその他の人が歌うとなるとそうなんねやろうなとかって思うもんね。あとはすごい歌がうまいから、うん、うわこんな風に歌えるんやっていう、うんうん、ちょっとこう羨ましいなというか、いやすごいなっていう、ね、うん、まあ、シンガーの人やもんね、うん、面白いね。そっか、じゃあその同時代でこうカバーをしてくれているっていうつながりで、うん、はいはい、次につなげると、はい、その、ね、クダンズっていう、はい、これはの佐々木玄君っていう、はい、男性のまあシンガーの
もともとはそのバンドだったんだけど今はもうソロになっちゃって、うん、でも名前だけまあバンド名のように残っている、うん、東京にいる人の歌なんですが、はいはい、彼も結構僕の歌をなんかライブとかでカバーしてくれたりとかして、うん、でも僕もカバーしたいなと思うほど結構彼の歌を聴いてて、うん、聴いてもらっていいですかね。はいはい、はい、クダンズのつぼみという歌です。
変わる瞬間弾けていたそのつぼみ。クダンズでつぼみという曲を聴いていただきました。まだそん若い、うん、まだ、ね、30代前半とかかな、うん、若い、僕よりは全然若い方です。もう長谷川兄さんと呼ばれるような世代になってきましたね。いやもうなんか二十歳の人とかね、ライブで一緒になったら、うわすごいなって。もう90年代がリバイバルで来てるらしくって。そうやね、フリッパーズギターとか、はい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 、今やったはるみたいな。いや今のも僕なんかこう、ひょっとしたらちょっと年もう僕とか僕よりちょい上ぐらいの人なんかなと思ったりしたら、なんかなんとなくこう90年代っぽいイメージがなんかあったんで、そうやね。でも二十歳の人とかからすればそうなるんやろうね、と思って。東京とかももうしょっちゅう行ってるやんね。もうでも東京は、うん、まあそうですね、2ヶ月に1回ぐらいは行ってるかな。一時は毎月行ってたりしてたんですが、まあでもあれやんね、そのシンガーソングライターやったらギター1本持っていけるって行けるっていうのがある種フットワークも軽くなるやろうしっていうところもあるよね。東京に住んでたことはあるの？いや東京に住んでたことは一度もなくて、なんか結構東京でライブが多いから東京に住んでるって思ってる人が割といるみたいで、うん、まあ一回もでも住んだことは、うん、ないですね。2000年代の頭ぐらいからかな、ずっと割としょっちゅう東京行くようになったの。東京のライブが増えたのは、あの震える牙震える水っていうアルバムを作る、ちょっと前だったので、いつだったかな、これがね2010年なので、多分2009年ぐらいから割と頻繁に行って、でそこで石橋英子さんとか、あの山本達久君とかとまあレコーディングしたりとか、そういう感じでやるようになりましたね。まあでも、まあ、東京だけじゃなくて地方もいろいろ回ってっていう、こう割とがっつりツアーとして回ったりはする、その例えば十何箇所いっぺんに回ってとか、まあ、2ヶ月ぐらいかけて、その毎週末どっか行ってるみたいな感じでは、ありますね。1回か2回ぐらいはしたかな。まあ、今日そのかけようと思って持ってきた、あの音源も、ほぼみんな、まあ、東京圏じゃない人ばっかりで、その小杉さんも金沢だし、クダンズも、まあ、今東京に住んでるんだけど、もともとは、どこだったかな、仙台かな、仙台 に住んでて、割と仙台でもライブをやってたりするので、どっちかというと、まあ、そのあんまり東京してない人、で次じゃあ一個、この全然歌もんかどうかはねちょっとわからないけど、あの、ギュスターブ・コキオっていうバンドで、これはあの茨城のつくばのバンドなんですが、基本的にはそのギターボーカルが3人っていうバンドで、ギターボーカル3人3人っていうバンドでプラスストリングスがいたりとかっていう、まあその編成を割と流動的にして活動しているバンドなんですが、基本は3人というちょっと珍しい編成のバンドで、面白いバンドです。これはじゃあ、早速聴いていただきましょう。ギュスターブ・コキオで、パーカーという曲を聴いていただきます。Domestic fire starter, domestic 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 fire starter,
ターブ国境でパーカーという曲を聴いていただきました。かっこいいね。うん、かっこいいですね。あの、まあ、今ちらっと話してましたがヨーロッパっぽいというか、なんかでもそもそもやけどそのギターボーカル3人でユニットを作ろうという発想がすごいなっていうか、なんかまあライブを見るまではその音源だけ聴いて、なんていうのかな、そのまあレコーディングなりにいろいろこう処理がされてるんだろうなと思ってたら、意外とそのまんまやって、生でやったまんまがこれだったっていうのがちょっと衝撃で、女の人みたいな声が入ってるんだけど、それも完全に男性の声でやってて、なんかライブはあんまりね、筑波のバンドなんで、あの関西は来ないけど、なんか機会があったらほんまやね、見てほしいなと思います。ぜひ考えたいよね。
やっぱりこう全国つつ裏裏行ってると本当にいろんな面白いアーティストと出会う機会があって、はい、そのなんていうかな、まあ京都は京都でもちろん面白いところはあるんやけど、やっぱり胃の中の蛙になってしまうというか、そのやっぱ外に出ることのメリットってほんまにあるなって。あ、そうね、なんかまあどの地域にもすごいこういい音楽やってる人がいて、でなおかつなんかその土地でしかこう生まれなかったようなことをやってるように見えるのは多分自分がその土地に住んでないからかなと思うけども、だからそういうあの今日聴いてる人たちの音楽を聴くとやっぱその土地をこう景色を思い出したり、だから僕もそのね自覚はないけど京都というものを非常に背負って、ええ音楽やってるんだろうなと、思うことがよくあります。鴨川が思い浮かぶ感じ。鴨川とかでもね、ああいう感じは多分前の健太の方が背負ってるような。なるほどな。イメージするとしたらどこなんやろうね、長谷健の歌。京都で、高瀬川かな。どうなんやろ、京都でお寺とか。ああ、なるほどね。お寺、か左京区とか、例えば。なるほどな。そうやね、やっぱこうちょっと何やろ、決してなんか山奥ではないねんけど静かなこうところのイメージかな、僕の中では。まあ僕もずっと京都に住んでるから、まあ、個人的ななんかこうの方がいろいろ出てきてしまうんであれなんですが、さあいきなりですが、はい、いや何ですか、そろそろなんか一曲歌ってもらおうかなと、ちらっと、はい、今日はですね、あの、はい、せっかくなんで好きな歌をかけるっていう、ね、はい、ことで言われてたんですが、すみません、なんかいろいろ版権の問題がありましてですね、その版元の了解を得ないと流せないという曲が結構ありましてですね、ということの、それなら自分で歌ってやろうという、そう、はいはい、尾崎豊が僕大好きなんですけど、はい、だいぶ昔は尾崎豊が好きだって言ってね、こうバカにされたんですけども最近はそうでもなくなってきてですね、はいはいはい、で、せっかくもう書けるんだったら自分で歌おうと思って練習してきました、はい、っていうか聞こえるんでしょうか、このあ、ちょっと待って、ギターはマイクはそっちにやる。ホールという歌を聴いてください。安いダンスホールはたくさんの人
巻かれてたぎゅうぎゅう詰めのダンスホール、しゃれた小さなステップ、はしゃいで踊り続けてるお前を見つけた。子猫のようなやつで生意気なやつ、小粋な道長谷川健一さんで、ダンスホールという曲を、はい、歌っていただきました、はい、面白いですね、曲はないじゃないですか、面白いですね、こういうのなんかいい意味でこう尾崎豊じゃないというか、うん、うん、多分歌う人によってその抽出される部分がね多分違ってくると思うんですよ、ほうほうほう、こうワイルドなとこだったり、うん、センチメンタルなとこだったり、うんうんうん、その若い頃から尾崎豊が好きでっていう、なんか全然そんなイメージがなかったけど、僕は高校1年の時に尾崎豊が亡くなって、うんうん、でそれまでまあ聞いたことなかったんですが、はい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 、いろいろこう耳にする機会が増えたんですね、うんうんうん、ラジオで追悼番組やってたりとか、でそこで聞く、まあ、きっかけとなって、うん、で聞いたらすごい好きになったんですよ、うん、でその時ちょうどギターを始めて間もない頃だったので、うん、
あのこの弾き語り全曲集っていうのを買ってですね、はいはい、ここにコードが全部書いてあるんですよ、押さえ方が、うんうんうん、で大体これで、コードを僕は覚えたんですよ、うん、ああそういうことか、うん、結構尾崎豊を知らない人って、うん、すごいこう、まあ、バイク盗んだりこう学校の窓ガラスを割る歌とかそういうイメージしかないと思うんですけど、まあ歌詞の世界は置いといて、曲がね、あの明らかにギターで作ったであろうっていう曲とピアノで作ったであろう曲っていうのがあるんですよ。で、まあピアノに関しては多分尾崎豊が歌った旋律にあのスタジオミュージシャンなりプロデューサーがこうコードをつけたかもしれないけど、まあ、ちょっとその成り立ちは分からないけど、明らかにギターで思いつかないような難しいコードがいっぱい出てくるんですよ、ピアノで演奏してたりする曲は。でそういうコードとかも全部ギターにこれは置き換えてあるので、そのギターで弾けるようになるとすごくいろんな幅が広がっていろんなまあ曲がね書けるようになるというか、だからまあ未だにこう聞きたいなっていう時もあるし、なんかまあなんでしょうね、こう一回のめり込んで恥ずかしくなってまた聞きたくなるみたいな、多分誰でもあると思うんですけど、若い時に好きやったもんって。わかるわかる、僕ジョージマイケルがそうかな。あ僕ジョージマイケルはね最近興味を持って、あそうだよ、なんかワムの人ですよね。そう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 、ジョージマイケルっていうのは全然本名でも何でもなくて、自分の中のジョージ・マイケルってヒーローを、架空のヒーローを作ったその名前がジョージ・マイケルらしくて、それをこうネットで見た時に、なんて変わった人だろうと思ってまあ実際かなり変わった人ではあるそう、まあブラックミュージックとかがすごく好きなので普段聴くのは、R&B とか、割と新しいのも聴くし、古いのも聴くし、まあ、そんな中でこうジョージ・マイケルもね聴、いてなかったし聴いてみようと思って最近は聴いてます。なるほど、いやいや、まあ、ある種開き直りというか、あれでしょうな、まあ、でもちっちゃい頃から音楽は好きでよく聴いてたってことやんね、それで言うと。まあ、うちの父親がギター弾いてて、クラシックギターを弾いてて、でその使ってないギターをもらったのがもともと楽器を始める始まりというか。そうやね、最初あれやんな、ナイロン弦と鉄弦混ぜてなんかやってなかった。そうやんな、だからこういわゆるフォークギター、アコースティックギターっていうのを弾くのは本当に後の方で、もうずっとガットギターを弾いてたっていう。いや、お父さんからそのギターを習ったりしたことはあったの？僕はクラシックギターをやろうとは思わなかったので、やっぱり自分でこういうものを買ったりする中でこう覚えたので、まあまあ独学というか、あとは自分の好きな CD 聴いたりとか、でまあその弾き語りのレッスンの話にもなるんですが、いいですかね、話して。はい、全然。弾き語りを教えているんですね、で、まあ、教えるというと非常におこがましいんですが、なんかギターでやりたいなっていう人にこう、じゃあどうしたいかっていうのを聞いて、こうなんていうかサポートというか、だからオリジナルを作って歌いたいっていう人もいれば、コピーをして、自分の好きな曲をただひたすら歌いたいっていうだけの人もいるし、オリジナルをもうすでにやってて、なんかこうちょっとうまくいかへんので、どうしたら変わりますかみたいな人もいるし、本当はいろいろなんですが、自分でギターを始めて、まあ、自分なりに弾き方を考えてずっとやってきて、ライブでもやっていく中で非常にまあこうニッチな隙間的な奏法であったり音楽性であったり、弾き語りって言っても本当にね、僕は音楽始めた当時はもうゆずみたいなのか長渕みたいなのしかなくって、弾き語りって。ああでもそう言われやそうだわな。そうか、あとはもうアンデパンダンで即興の人とやるかみたいな三択がすごいなそれまあでも僕としてはもう本当に
ちょっと辛い部分があって、うんうんうん、すごく元気なフォークソングとかの人と一緒にブッキングされると、わ、うんうん、かるわかる。で、まあそういうその当時よりも、うん、ちょっとなんかわからへんフォーク、うん、だから人が例えばアシッドフォークと呼んでいたり、うん、フリーフォークとジャンル付けして呼んでるような音楽が、うん、もっと昔よりも身近になったなっていう気がしてて、ね、インターネットの普及であったり、うんうん、でやっぱりそういうのやろうっていう人も増えてると僕は感じているんですね、はいはいはい、でじゃあそういう人が何か本なり、うん、その教室なりにそういう音楽をやりたいっていうので、うんうん探しても行くところが多分ないんじゃないかなと思って。なるほど、うん、結局歌歌いっていう人は歌歌うっていう人はそのあのボイトレみたいなゴスペルを歌いましょうとか、うんうんうん、ボーカルスクールああいう、うんうん、まあいうのももちろんやらないよりやってみるっていうのはありだと思うんですけども、うん、やっぱり好きなことをまずストレートにやりたいと思うので、うんうんうん、何かそういう人のこう手助けというか、はいはいはい、せっかく自分が、うん培ったものを、まあ、伝えたいなとも思ったし、もし知りたい人がいるのであれば、うんうん、そういう経緯があって今そういうことをやってるんですね、うんうん、それはこう個人レッスンという形で。そうですね、個人で一対一でまあ向かい合って、まあ、どうしたいですかというところから始めたり、今現在やってる人であればまあとりあえず聞いてみて聞かせてくださいっていうところから始めたりとか、いろいろですね、うんうん、まあ、あのこのラジオの収録後にですね、あ、はい、生徒さんの発表会が、もう僕はこう生まれて初めての種類の緊張を受けしているですね大丈夫かな大丈夫かなと思いながら、あ、でも人に教えるっていうのはすごくいいことでもあるもんね。なんか、まあ、うん、改めてこう自分が考えてたことが分かるというか、うん、そうですね、まあ、うん、漠然と考えてたことがやっぱりこうはっきりとした、ね、言語になったりとか、うんうん、勉強にもなるし、うんうん、あの人はこういうことができないんだみたいな、うんうん、何ができて何ができないかこう、うん、分からなかったのがやっぱりこういろんな人と喋ると、うんうん、あ、こういうことがみんなできないんだ、でもこういうことはみんなできるんだとか、うんうんうん、共通してることも結構あったりとかして、その生徒さんの中にも非常に楽しませてもらってますね。何人ぐらい生徒さんいてるんですか？いや、まあ少ないですよ、3人とか4人とか。ライブでどっかに行ったそのタイミングと合わせてそのリハまでの時間とかにこうやったりとかしてるので、面白いですよ。まあでもある種画期的やね、それって、うん、本当に、うん、そう、もっとシンガーソングライターが何かこう社会に関われないかなとずっと思ってたんですよ、うん、ダンスだったり、はいはい、まあ、演劇だったり、うん、その美術やってる人とかって結構いろんな形で関わってるでしょ、社会と。そうやね。でもその歌書いて歌ってる人って、うん、本当にその、まあ、大衆音楽の枠の中でやってて、うん、そこからなかなか出れないし、うんうん、例えばシンガーソングライターのワークショップとかあってもいいなと思ってたら、うん、あのこの間あのアジカンの後藤さんっていう、うん、はいはいはい、去年一緒に CD を作ったんですが、うん、アジアンカンフージェネレーションの後藤さんとかが、うん、まさにそのシンガーソングライターのワークショップっていうのを、被災地の中学生か高校生か、うん、その学生さんに向けてやってるのを見て、うん、で、あ、やっぱこういうことできるんだと思って、うんうん、自分の中では見たことがなかったんですね、うんうんうん、歌を作るっていうワークショップにしてしまうっていうのが、うんうんうん、なんかまあいろんな形で人なり社会なり関わって、うん、行ったらもっともっと多分面白いと思うし、うんうん、そうやね、なんかシンガーソングライターっていうのは割とこう孤独であって、うん、なんていうの、まあ、社会と断絶されてるわけではないんやけども、うん、そのそういうもんやってイメージがついちゃってるところはあるんやろうなっていうのは、うんうん、多分こう個人的に完結した世界をお客さんが見に来るみたいな構図はあって、なかなかその
手法なりやり方なりをこう人に伝えたりとか、うんうん、一緒に何か楽しむみたいなことがあんまりないなと思って、そう、ね、うん、まあ、なんかできんかなっていうのの、うん、まあ、一つが弾き語りのレッスンというか、うん、そうよね、なんかだからまあそのそこら辺はまあ世代もあると思うねんけど、うん、そのまあ、まあ僕らの世代っていうか、そのなんていうかな、こう人に習う前にお前自分でなんとかせえやみたいなこう、うんうんうん、風潮があったのが、うん、そのだからこう逆にこう教えてくださいっていうのはちょっと恥ずかしいというか、あ、うん、やけど最近のこう若い世代はそこら辺良くも悪くも、うん、なんか教えてもらうことに対してこうすごくオープンやったりとか、うんうんうん、だからそれはやっぱりその時代に対して僕らも変わっていかなあかんのやろうなっていうふうなところは、うん、こう割と丁寧に物事をそんなもんお前読んでも分かるやろっていうことは通用しなくなったんやなって思うところってやっぱない？いや、それは分かりますよ。その、うん、多分ほんまにやるやつはほっといてもやるっていうのは一方で考えてはいるんですが、うんうんうん、でもきっかけ与えたらもっと早くやるんだったら、そうそうそう、多分それは早くやってた方がいいと思うし、うん、いやそうやね、だから、うん、なんかこうちょっと自分も考え方をちょっときちんと変えんことには、その今の若い世代の子らときちんと向き合えてないなっていう風なところはあって、だからそうやって長谷健がそのシンガーソングライターのそのね教室をするっていうのはすごく画期的で面白いことやし、まず第一だとは思うよね、うん、まあまあね、あの募集中でございます、はい、はい、長谷川健一シンガーソングライター教室、はい、生徒募集しておりますので、はい、ぜひぜひ曲聴いた方がいいですかね。さあ、じゃあね、もうそろそろ次の曲を取るんですが、はい、じゃあトンチトリオ行きましょうかね。はいはい、トンチさんね、はいはい、思い出しました僕も、トンチトリオで日々という曲を、はい、聴いていただこうと思います。固まる、すぐドキドキする。
トンチトリオで日々という曲を聴いていただきました。それではですね、はい、再びもう一曲尾崎豊を、はい、歌っていただけるとのことで、はい、もうあのカラオケだと思ってあのお付き合いいただければと思うんですが今日はあの尾崎豊の歌をもう書けるのではなく歌おうということで、尾崎豊といえば I love you という歌ですよ。で、I love you という出だし、ものすごい、もうこれだけで僕はすごい気恥ずかしいんですけども、今日は弾き語りを教えている人がすごく恥ずかしいのを乗り越えて初ライブをするということで、僕も気恥ずかしいんですが、ちょっと練習してきたので聞いてください。
しらけてしまわぬように、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。長谷川健一さんで、I Love You。 ありがとうございました。もう今日はねやりきりましたね。いやいい曲やね、やっぱでもねこの曲。僕もあの北の国から、あで僕全くあの純くんと同世代なんですよ。だから北の国からの純くんの世代と、あのなんていうんですか、あれと同じ、純くんが中学生の時は僕も中学生でみたいな。そうか。で育っとるんでね。僕ね、純くんの CD 持ってきたんですよ。吉岡君。この人はあの尾崎豊のね、はい、そうです、非常に、ね、あの可愛がられて、うん、もう本当にそれっぽい CD がね出てて面白いかなと思って持ってきたんですけど。いやだけど、いやでも長谷健で聴けたのはすごく嬉しいわ、はい、俺。あ、そうですか。すごい嬉しいな。素直に。よかった。いやいやいや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやいや、まあ、なんやかんやで結構長い時間になってきて、そろそろ締めにかかろうかなと思ってるんですが、はいはい、あのまあ、ちょっと先に告知をさせていただくんですけども、はい、10月の8日にですね、ここ、5日ですね、はい、10月5日の日曜日にですね、ここで、タユタウという、タユタウって聞いたことあるやんな。タユタウはね、僕レーベルメイトでもあるので聞いたことありますよ。ああ、じゃあね、そうやな。タユタウとのツーマンを、はい、やっていただくことになっております。皆さんぜひ足を運んでいただきたいなと思っておるんですが、他は何か告知はありますか。はい、ね、9月の21日、はい、京都市左京区の京文社というところ の、 あのコテージというスペースがありまして、ここで、マイクなしのワンマンライブをします。で、長谷川健一ノンマイクソロワンマンライブということで、9月21日日曜日の、19時半から始まりまして、ここはキッチンがありましてですね、もしも屋さんに、美味しい食事を出してもらおうと思ってますので、ご飯を食べてライブを見るというふうなタイムテーブルにしてあります。あ、なるほど。のでよろしくお願いします。ディナーショー形式だね。マイクなしなんでちょっと緊張感のあるディナーショーですね。なるほどね、はい。さあ、まあもうこの間カバーアルバムを出したところなのか。そうですね、カバーは、ね、昨年の末 でしたので、はい、そうですね。 My Favorite Things、 はい、また新しいアルバムとかを、まあ、予定では多分来年、2つぐらい2作品ぐらい作る予定であります。ほうほうほう。今年は作らない予定です。はい、もうその曲は大体出来上がっててみたいな感じ。曲は、はい、ほぼできています。うん、まあ、ちょっとゆっくり作ろうかなと思ってます。まあでもいいペースやね、長谷健は。なんかそうですね、なんかどのシーンにも属さなかったので、うん、なんか良くも悪くもマイペースでできてると思う。そうやね、うん、なんかその感じをすごく、まあ、さっきも、まあ、頭にも言いましたが、そのこうやって喋るのも、まあ、この間は割とゆっくり飲みながら喋りましたが、それまではあんまりきっちり喋ってなかったし、なんかこうちょっと僕も別に距離を置く気は全然ないんやけど、なんていうかな、こうそんなにねバーって関わることもなかったんであれやったんですが、なんかそのまあでもこうちょっと離れたところから、まあ長谷健はまあの名前はいろんなところから見たり聞いたりはしてて、ああでもすごくいいペースでやってんねんなみたいな感じで見てたんでね。そうですね、
まあ、これからもそのいい感じのペースでやっていってほしいなというふうに思っておりますが、最後に1曲皆さんに聴いていただこうと思うんですけども、これが、はい、青森の、はい、シンガーで鳴海哲郎くんっていう人がいるんですけど、はい、もう何回もライブしてて、はい、青森でも、京都でも一緒にライブをしてて、あの雪が降るという、まあ、すごく雪深いんですけど青森って、うんうんうん、この歌が好きで本当に本当によくカバーをしているので、うん、あの最後に聴いていただこうかなと思いました。この曲をハツケンがカバーしてるの？音源にはなってないですけど、はいはいはい、ライブでもうかなりしょっちゅう歌ってます。はい、そうですか。それではですね、最後にですね、鳴海哲郎さんで雪が降るという曲を聴いていただいて、第25回目となります UR レディオの収録を終わりたいと思います。本日のゲスト長谷川健一さんでした。ありがとうございました。